はい、皆さんこんにちは。今日もビットコインのチャート分析していきたいと思います。ビットコインは変わらず上昇トレンド継続のシナリオで考えてます。相場を見ていくと、日足で長期の上昇トレンドにタッチ後に、その後、日足大陰線を打ち消す陽線アウトサイドで昨日が確定。パターン通りの相場だと思いますね。で、今の箇所っていうのは、超長期の上昇トレンドと、去年の12月から続く上昇トレンドが交差するポイントなのと、過去の踏み上げパターンで市場から買いも入ってくる場所にもなりますね。なので、ここからのショートは浴びせられないと思います。で、今後、日足でどんな作りをしていくと本格急騰になりやすいかを考えていくと、今週足の確定の仕方にもよるんですけど、去年の上昇回帰パターンを参考にしていくと、日足で明日とか明後日の足が限定的な小さな上髭陽線で、前の終値陽線付近で下げ止まる、下げさせない足や、日足で直近の高値を実体で超えた場合には、ロス狩りで週足大陽線 28,600 あたりまで上昇できる予兆になってくると考えています。仮にそうなった場合には、5月8日の週足レンジの高値で、ストップロスを置いているポジションの決済買いと、新規の買いも入りやすくなるのと、大陽線で一発でブレイクしたことで、マクロでのショートのロス狩りで上昇トレンドを再開させるシナリオになると考えています。月足の駒足陽線が、この調整下落の高値レンジにもなっているので、この駒足をブレイクした際には、爆発的な上昇になりやすいと考えています。で、その可能性が高い理由を話すと、月足の上昇トレンドにタッチした際のこれまでの上昇圧力の強さですね。1月足、3月足見ると、一発で前月足の高値を大陽線で、この上昇トレンドにタッチした際には超えていて、1月足より3月足の方が足全体の半分ほどの長い下髭をつけていて、今回の調整下落はこの上昇トレンド始まってからは中期的なものにはなってるんですけど、上昇圧力自体は1月足、3月足を見ていくと増してるってことがトレンド全体では見えてくると思いますね。最後にマクロレベルで確定的な上昇予兆として私が考えているのは、1月足が大陽線、3月足の週足の下髭が陰線が上昇の起点であったことを踏まえると、今週足が下髭陽線であった場合には、ローソク足単体で見た基本的な上下関係のパワーバランスから上昇圧力の強化として、上昇予兆として見ていけると考えています。で、あとは昨日の下落について思うことなんですけど、個人的にはバイナンスのマイナスファンダメンタルズでさえトレンドを割ることができなかった底堅さを市場に確認させた事実作りの相場として考えていけると思いますね。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。青木でした。私が一番にお勧めする海外取引所は、取引所トークンとレンディングサービスがある海外取引所です。ビットゲットでは BGB トークン。MEXC では MEX トークン、バイビットでは取引所トークンではありませんが、将来取引所トークンの可能性が高いビットダウの取引ができます。バイビットでは、バイビット出資の分散型取引所 APEX、FTX のような人災は起こらないので、心配な方はメタマスクからつなぐだけで完了できるのでチャレンジしてみてください。海外バイナンスが日本で使えなくなったことによって、今後銘柄が多く、レンディングサービスが豊富な分散型取引所の利用が必要になってくると思います。イベントをたくさん行っていて、トレード大会参加やボーナスキャンペーンでお金がもらえるビットコイン EX、口座開設するだけでお金がもらえる取引所タップビットジャパン、ビング X もおすすめです。国内取引所では、フォビジャパンがウェルカムキャンペーンで4万円相当のフォビトークンを付与しています。さらに口座開設で500円相当のフォビトークンももらえます。OK コインジャパン、コインチェックでは1000円相当のボーナスを付与しています。それぞれのボーナス詳細は動画説明欄から確認してみてください。Twitter の方でも相場についてツイートしているのでフォローお願いします。